皆さん、こんにちは。こんにちは。それじゃあですね、本日のですね、勉強会はですね、どういう趣旨かと言いますとね、1月、2022年、来年のですね、1月26日に、セルビアの、アレクサンドラ・コバチュ大使がですね、講演のためにいらっしゃいます。で、その時にですね、セルビアっていうのをあまり知らないよりはね、知ってた方がいいだろうということでもって、ミニ勉強会というような形でもって、本日の会を開かせていただきました。皆さんどうぞよろしくお願いします。わずか30分のお付き合いですけれども、皆さんがですね、少しでもね、セルビアに興味を持ってくださるようにね、お話ししますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、それでは、いきます。これ私の紹介なんですけどね、いろんなことをやって、いるもんですから、英語の、主に英語の教師をやってるんですけども、まずですね、セルビアのミニ勉強会ということでですね、大使館の方からベオグラードの美しい景色を、こうやってもらいました。ここはですね、非常に美しいところで、沢川っていう川と、ドナウ川がですね、合流するところなんですね。で、私もよく、留学してた頃にですね、寂しくなるとね、この川のところに行ってですね、いろんな人と話しました。もうとにかく懐かしいっていうかね、私の中ではセルビアってもう38年前ですからね、もう大昔で懐かしいっていう感覚なんですね。で、これはですね、聖サバ教会、聖サバ大聖堂っていうところなんですけども、実はこれ改修工事まだやってるかもしれないんですけども、この地下がですね、ベオグラードにこれあるんですけど、地下がとっても美しいところで、ですね、ぜひ皆さんもね、観光でね、行かれるといいと思います。ベオグラード。っていうところです。ベオグラードって白い、町っていうですね。ローマ人が見たときにですね、白い町だったっていうことらしいですね。ですね、はい。これがですね、ちょっと冗談好きのセルビア人がですね、多分、こういうことをしてるんですけども、別荘だそうです。セルビアにあるね、ある別荘地区で落ちそうで、どうやってここに行くんだろうっていうね、素朴な疑問ですよね。で、今日の話の主な流れをね、話させてもらいますと、最近のニュース、ね、それから、あと、いつも心に喜びをとかね、セルビア大使の紹介、ね、それから、あと情報をどうやって得たらいいのかっていうことですよね。こんなことも、話してみたいと思います。それから、あと、日本人にね、あまり知られてないかもしれませんけども、その各共和国が独立してきましてね、政治的な問題もあります。で、そんなこともお話しさせてもらって、しかし何よりね、やっぱセルビアをやるときには、セルビア語っていう言語は必要なもんですから、皆さんね、ちょっとだけお付き合いください。セルビア語ですね。結局何に似てるかっていうとね、ロシア語によく似てるんですよ。何に似てるかっていうとロシア語によく似てる。でもね、ロシア語とも違うんですよ。そんなことをですね、お話しさせていただきますね。あと、回想っていうのは何かっていうと、私が、思い出す限りですね、のことをここに、書いてあります。はい。で、ですね、サッカー好きにはたまらないらしいですけど、セルビアのナショナルチームっていうのがあってですね、ワールドカップに出場すると。で、監督はストイコビッチ監督ですね。で、実はストイコビッチっていうのは日本人にとっては非常に馴染みのある、監督でですね、名古屋グランパスですかね、にいて、そしてその活躍したんですよね。で、あの頃確かね、ピクシーっていうあだ名で呼ばれてましたよね。あと、セルビアのですね、コーチの名前がですね、キノシコーチって読むんでしょうかね。ちょっと難しいですね。キノシコーチですね。ストイコビッチは非常に日本のことが好きだったんですよね。で、サッカーを知る人はですね、彼のことを天才っていうふうに呼んでますね。あんなサッカーの上手い人は見たことないっていうですね、ことをよく言います。はい。これが一つ目のニュースですね。で、もう一つはですね、テレビであったんですけども、川島ティアナさんっていう方がいらっしゃいましてね、それでですね、東京五輪の時に、ジャマイカの、100メートル、障害の、パーチメント選手っていう人がいてね、その人が会場を間違って困ってたんですよね。で、もう間に合わないということで、彼にタクシー代を渡したんですね。で、運よく彼は、間に合ってですね、そして予選だったかな。それでとにかくその間に合って、最後はね、金メダルを取ることができたっていう話を聞いてます。
で、その時ですね、1万円をね、彼に渡して、まあ、帰ってくるとも来ないともわからないようなお金をですね、渡してしまったということですね。で、その彼女はですね、ジャマイカに招待されましてね、本当によくやってくれたと。ね、パリ五輪の時の、そしてその公式スポーツウェアメーカーのモデルになることまで決定してしまったっていうね、ことなんですね。で、これすごい一大ニュースでね、いろんな人がね、まあ、いろんな人がですね、まあ、彼女のね、その行いをですね、もう絶賛してます。で、彼女のインスタにですね、もう大反響があってね、有名なウサイン・ボルト選手もですね、感謝の絵文字がここにあったっていうことです。これはまあ、割と新しいニュースですよね。はい。で、さて、アレクサンドラ・コバチュ特命全権大使の話なんですけれども、大使はですね、まあ若くして、非常に華々しい、経歴をお持ちです。まあ教育としてはですね、まあベオグラード大学の言語学部を卒業されて、2001年、2004年、5年ですね、大阪で日本語研究、つまり、大使はですね、もうすでに日本語は、堪能でいらっしゃいます。今回英語でやるんですけど、それはですね、やはりまあ学生にとってですね、勉強になるようにということで、まあ英語ですよね。で、あとベオグラード大学、芸術大学、演劇学部、博士、課程、入学と書いてありますので、あとはまあ若い才能のための奨学金、金制っていうんですかね。まあ、こういうのにもなられて、で、使用言語は英語、日本語、フランス語ということです。業績としてもね、結構たくさんあるんですけども、ちょっと時間の関係もあるんですけど、まあ、さらっといきますとね、大使になられたのは21年です。今で、今年ですよね。で、18年から21年の間ですね、ユネスコ協力国会委員会事務局長、外務省ユネスコグループ長と。で、2014年から18年ですね、パリのですね、このユネスコ常設代表団、講師3時間、次席という、地位でございました。で、2013年から2014年、外務省外交アカデミーディレクター。2012年から13年、外務省大臣官房、一等3時間ですね。2011年から12年、ちょっと純不動っていうか、少しですね、遡る形になってしまったんですけども、外務省の国家事務局3時間、2006年から2011年、中日セルビア共和国大使館、領事文化部、三等書記官、2005年、外務省アジア、オーストラリア、太平洋局、三等書記官、2004年、中イギリスセルビア共和国大使館、アタッシェ。アタッシェっていうのはその一つの位なんだそうですね。2003年から2004年、外務省外交アカデミーアタッシェ、ディレクター補佐。2002年、外務省研修生と、ここから始まったわけですよね。はい。それでですね、私、今からセルビアに行ったのはもう随分昔なんですけどね、それこそ38年も経って、ね、何言ってんだっていうの、ほとんど浦島太郎状態なんですけど、当時と比べてね、一番大きな変化は、人々がですね、英語がわかるようになってるっていうことですね。で、英語ね、すごくうまいですよ。あのうまさにはね、もう圧倒されます。で、どうしてうまいのか聞いてみたんですよ、実は。そうしたらですね、なんかもう、小学校1年生から英語が必修なんだそうです。で、週に3回授業があると。で、小学校4年になるとですね、もう1カ国語加わるんだそうです。フランス語、ロシア語、ドイツ語ですね。まあ、セルビアっていう国はですね、この、まあ、四方、外国に囲まれてるもんですからね。こうやってですね、たくさんの外国語ができるっていう人はさほど珍しくないです。何カ国語かわかるっていう人はですね、あんま珍しくないですね。それで、セルビアの若者は、英語ペラペラって書いたんですけども、日本のオンライン語学講座っていうのがあってですね、それでもセルビア人っていうのは非常に人気があります。やっぱりなんて言うんでしょうかね。語学に堪能な人がやっぱり多いっていうことでしょうね。で、あと、まあ私が個人的な、感想として思ったのは、セルビアの英語教育っていうのはちょっと見せてもらいたいなと思うんですね。どういう教育をしてたのかね、絶対見せてもらいたいですよ。時間的にはね、日本人もね、ものすごい時間かけてね、英語やってるんですけどね。もう一つって感じがします。はい。そうですね。これは私が、セルビア語から英語に訳したんですけども、ちょっと読ませてもらいますね。これは大使のですね、言葉です。まず最初、グローバルセミナー。これ、島先生の言葉です。The situation of Serbian women in Serbia ですね。セルビアのですね、セルビア
女性の状況ということですね。はい。ということでですね、次に行きますと、A message for Showa Women's University。まあ、昭和女子大学に対するメッセージと。It is a pleasure to be invited to give a lecture at Showa Women's University。昭和女子大学で、講義にお招きいただきまして嬉しく思います。Which will teach students more about modern Serbia。さらに学生たちに現代のセルビアについて教えられるといいのですが。It will also be an opportunity to mark the beginning of the year of friendship between Serbia and Japan。またですね、この、セルビアと日本の友好年の始めとして、記録されるようなですね、そういう良い機会でもありますと。つまり、which in 2022年はですね、celebrate 140 years、140年を、お祝いするものであります。両国の、関係が、構築されてからということですね。そう、ちょうど節目の年に当たるんですね。その2022年っていうのは140年に当たるということですね。で、まあ、ある意味ですね、昭和から始まると言っていいんでしょうかね。これからまだね、この大使はあちこちで講演をされるそうですね。とりあえず昭和がまあ最初になっているというふうに受けたまわっております。それでですね、our two countries and the peoples ね、私たち二国、二国民はですね、despite very different historical developments、この大変ですね、違った歴史的な発展ですね、にもかかわらずですね、そしてまた地域的な、環境にもかかわらずですね、as well as a distance of over 9,000 kilometers、9,000 キロも離れている、わけですけれども、maintain the strong relationships、強い、絆をですね、維持して、そしてまた、1882年からのですね、強いその関係とね、その友好関係というものを築いています。そしてまた、そしてですね、今日という日を迎えることになります。で、I believe that our two countries can continue to improve through mutual cooperation. 私はですね、まあ、二国が、この、まあ、相互協力ですね、相互協力を通して、この、関係を続けるというようなことですね。そしてまた、長い協力をするということですね。長期にわたって協力をするということですね。で、さらには、私たちの、まあ、人々っていうのは、つまり市民ですね。市民にですね、益するような形でね。だったグローバルセミナー、グローバルセミナーっていうのを、昭和女子大学のですね、グローバルセミナーっていうのがですね、それに貢献できれば、幸いに思いますと。で、加えてですね、I hope my speech will help guide the careers of women at Showa Women's University。このスピーチがですね、昭和女子大学の女性のキャリアというものをですね、まあ、導くようなね、そういうものに、ものの手助けができればというふうに希望してますと。これが大使の、お言葉であります。はい。ですね、ちょっと話柔らかくなりますけども、素朴な疑問というのは昔からあるんですね。セルビア人の名前はみんなビッチで終わるのかということなんですけども、例えばね、ヨハン・ヨハノビッチですね。ビッチで終わります。ブーク・ステファノビッチからで終わるんですね。しかし、ビッチっていうよりむしろ違う場合もあってね、マリア・ペレシッチさんっていう人がですね、言うにはですね、ビッチじゃなくてイッチだと。すべてセルビア人のビッチっていうのはイッチで、その意味は何かっていうと、子孫とか息子とかね、そういう意味なんだそうです。ね。サッカーのね、試合の時にセルビア人はなんでこんなビッチで終わるんだって話があったんですよ。はい。でね、僕いつもセルビア人でもアメリカ人でもそうなんですけども、日本語を教える時にね、こうやって教えるんですね。例えばね、1,2,3,4,5,6 ってあるでしょ。で、セルビア人、僕ね、あそこにいたんですよね。サラエボに行った時なんですけどね、結構みんな日本語に興味を持つんですよね。日本語を教えてくださいなんて言うんですよ。ですからね、じゃあ教えようなんですね。1,2,3,4,5,6 って書いてね。で、英語なんです、これで。1はまあね、かゆいですよね。2は膝。3は太陽。4は彼女。5は行く。6はね、あと岩ですよね。それで、喫茶店なんていうのはですね、向こうの人の耳にはね、キスアットテン。ね、10時のキスなんていうね。まあ、こんなことを、ダジャレを飛ばしながらですね、いろいろやってたことがあります。はい。それでですね、日本とセルビアの関係なんですけどもね、
実は2003年に友好の印として日本から93台の黄色いバスがセルビアに送られました。そしてですね、日本とセルビアの国旗が描かれてるんですね。写真撮ろうと思ったんですけども、なんか写真はどうやらネットではいけないらしくて、自分でこれ書いたんですけど、皆さんどうでしょうかね。ちょっと子供っぽいと思いますね。まあ、自分では別にうまいと思ってるわけじゃないんですよ。そういう思いは全然なくてね。自分でこうやってみたい気持ちがあってね、ついつい遊んでしまうんですね。セルビア人から習ったことは遊びかもしれませんね。はい。そうですね。で、セルビアのチョコレートでね、ナイレプシェジェーレってあるんですよ。ものすごい甘くて美味しいの。僕はね、いろいろ今までね、チョコレート食べたんですよ。チョコレート好きですからね。でところがね、これすごい甘いんですよ。もう皆さんにぜひ味わっていただきたいですよ。ナイレプシェジェーレね。シェリーって書いてある。まあ、シェリー酒ですね。はい。まあ、このチョコレートがとにかく美味しいってことはもうね、何より先に言いたいですよ。はい。それでね、親日国なんですよね。でね、親日国に対してですね、どういうことをまあ人ができるのかって言うと、やっぱりね、日本の良さを伝えるって大事だと思うんですよ。で、面白いのはセルビアチャンネルとかね、この頃、あるんですよ。あれ見ていただくとね、平野さんっていう人がね、なんていうか、セルビアと日本との関係のいろいろなお話くれてます。それで、セルビア人と日本人とですね、日本の印象ですよね、そう。こんなことを聞くとね、例えば日本人の印象どうですかって聞くとね、やっぱり多くのセルビア人は、勤勉。僕も言われました、ディスプリノバーニーって言うんですけどね。それから親切、リバーズニーですね。まあ、これも言うんですよね。あと、寿司とかね、漫画とか、ラーメン、アニメ、ゲーム、ね。折り紙、俳句、映画ですね。ジブリの映画とかね、まあ、非常に人気ですよね。あと、文学、そう。で、文学ね、皆さん、よくね、外国の人にね、聞かれて、本当恥ずかしいんだけど、例えばね、外国の人がすごい日本文学好きだとしますよね。そうするとね、三島由紀夫のことを聞いたりするんですよ。ちょっと知らないとかっこ悪いでしょ。僕もね、日本に帰ってきてからね、やっぱいろいろ、それがきっかけになってね、勉強しました。読んでませんと言えないですよ、はっきり言いましてね。そうなんですよ。だからね、それがあってね、自然に勉強するようになりました。ですね、楽しいマガジンがありまして、myserbia.jp っていうものなんですけれども、セルビアの美、食、住の、情報が集まる、ライフスタイルマガジンなんですけれども、ティアナさんがですね、大使館の、秘書の、ティアナさんがですね、動画を投稿されてまして、セルビアの肉詰めとか、誰でも簡単ムチカリッツァとか、タマラさんのナスを、それからイースターエッグの染め方などがですね、中に詰まって非常に楽しいものになっていますので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。国立博物館の話ですね。これはですね、中に入りますとね、いろいろまあ、国の宝が入ってるわけですけども、やっぱり何と言っても言葉で言ったらね、ブック・カラジッチって言いましてね、ブック・カラジッチがですね、セルビア語のですね、聖書法っていうのを考えましてね、時代で言うとグリムとかゲーテとか、ね、そのあたりですね。はい。で、ですね、具体的に何かっていうと、ここ皆さんね、セルビア語をやるためにはね、とりあえずラティニッツァって言うんだけど、ABC を覚えていただければいいんですよ。で、あと、キリル文字でどういう変換するのかなっていう。最初はラティニッツァで覚えて、次、チリリッツァ、キリル文字に変換していくといいですね。ちょっと順番に行くと、時間ないですかね。これはそのままでなんですよ、セルビア語って。チュ。強いチュ、弱いチュですね。強いチュ、弱いチュですね。で、デーと、ジュと、ジュとエと、エフですね。これは普通そのまま英語と同じです。グーね。それから、フとイとリと、フとリですね。それから、リュとムとヌとニュをですね。まあ、こういう感じです。これもですね、まあ、ピって読むか、プって普通言ってしまいますね。プ、ウル、ス、シ。このシが面白い。ロシア語と同じですね。シ、ツ、ウ、ウ、ズ、ジュですよね。私のですね、これ一応録画されてますので、もう一回見ていただいてですね、わからないところはね、もう一回見ていただくと、わかるようになりますので、ぜひ、ご覧ください。何と読みますかって言うんですけど、これちょっと見てもらえます？ベオグラーダって書いてあります。ベオグラーダ。ベオグラーダですね。って書いてありますね。はい。文法用語、まあ、このくらい覚えてくださいっていうことなんですけども、主格、正格、対格、余格、増格、前置格、後格ですね。
ですね、まあ、英語との大きな違いは核変化ですね。核変化なんですよ。で、僕ね、自分であのノートを作って、まあ、これ以上簡単にあのは説明できないっていうような文章をあの書いておきましたので、それ見てもらうとね、あの分かると思いますね。ちょっと待ってくださいね。あとは単数複数ですよね。それから文法性があって、女性、男性、中性名詞ですね。パーデージですね。それからコンユガーツやね。まあ、こういうのがあります。動詞変換。そうですね。簡単な挨拶、ぜひ、あの、覚えてください。ドバルダーンですね。こんにちは。ウバーラ、ありがとう。ドビジェーニア、さようなら。ダーは、はいです。東北弁に似てるって言ってる人もいるんでね。あの、だって言うでしょ、東北弁でね。だって言うでしょ。あれです、あれ。ね、それから違う、あの言えばねえですね。それモリムっていうのは、あの聞き返して何て言ったんですかと。で、僕がですね、まあ一番よく聞いたのはね、このカコスですね、お元気ですかとかね。どちらから来ましたかって、これはよく聞かれました。オダクレステって言うんですね。オダクレステって言うとどこからですか。で、答えるときはイズヤパーナ。日本です。オダクレステ、イズヤパーナですね。それから、ありがとう、フワラ。それから、元気です。まあ、ドブロですね。ドブロって言うんですね。で、私は日本人ですって言いたければ、ヤサムヤパーナッツ。日本人女性って言いたければ、あの、ヤサムヤパンカって言います。まあ、これが、あの、英語との違いですね。英語はどっちもまあ、ジャパニーズですよね。はい。で、数字は大事ですからね。皆さん、ぜひ、あの、覚えてください。1から10まで何の役に立つのって言うかもしれませんけど、例えばホテルに行くとホテルの番号なんかね。まあ、もっともね、英語でやってくれるから心配ないって言えば心配ないんですよ。セルビアって英語通じるんですよね。あの、みんな英語わかりますし。まあ、でもどうやって読むか、ちょっと説明しますと、イエダン、ドゥバ、トゥリー、チェトゥリー、ペット、シェスティ、セダム、オーサム、デベット、デセット。これね、ロシア語に似てるんですよ。似てるんです。僕ね、セルビアに行って最初に言われたことはね、僕ロシア語できるんですけども、あの、ロシア語は忘れてくださいって、あの、先生に言われました。ロシア語をやると混ざっちゃうからダメなんだって。これちょっとロシア語だとね、アジン、ドゥバ、トゥリー、チェティリ、ピア、チシエス、セン、ボース、ミジベ、ジェシ。まあ似てますよ、やっぱり。似てる。だからこれはね、混ざるからやめてくださいってね、向こうで言われました。僕はあの、ロシア人とね、セルビア語で話したことあるんですよ。そうしたらね、そのロシア人僕にね、あの、僕の、あの、その、セルビア語を直すんですよ。つまり、あまりにも似てるから、この人はロシア語を喋ってて間違ってるんだろうと思うらしいんですよね。直しますよね。で、言ったのは、セルビア語ではこう言うんですよって言ったらびっくりしてましたね。セルビア語わかる日本人ってあんまりいないですからね。ちょっと珍しい。珍しいです。はい。さあ、それでね、そう、ロシア語は僕の場合邪魔するんですよ。まあ、でも、まあ、皆さんの場合、初めてやる人は別に邪魔もされませんけどね。これね、どうやって読むかっていうとね、ゴボリム、ヤーゴボリム、私は喋る。ティーゴボリッシュ、あなたは喋る。彼は喋る。オンゴボリ。私たちは喋る。ゴボリも、ミーゴボリも、ビーゴボリってあなたたちは喋る。彼らは喋る、ゴボレですね。いいですか？ゴボリム、ゴボリシ、ゴボリ、ゴボリム、ゴボレって、ゴボレですね。これ好きか嫌いだもんね、これね。はっきり言ってね。こういう変化面白いと思うか、それちょっとね、何なんですかっていうね。そう、それですよね。あのね、ちょっと皆さん、文字見ててください。ロシア語だとね、ヤガバリュー、ティガバリシ、オンガバリって、ムイガバリム、ブイガバリチ、アニガバリアって、そっくり、そっくりですよ。ね。だからそこのところね、どうするかですね。でも僕ね、やっぱり、あの、そのセルビア語をやるためにロシア語を忘れたのはね、やっぱり混ざっちゃうとまずいなと。でね、後で友達に聞いて分かったんだけど、僕はずっとね、あの、そのロシア語風にいろんなものを発音してたんだそうです。で、ようやく慣れてきてね、あの、ロシア語が抜けてきたっていうのは、まあ、何ヶ月かかかりましたね。はい。じゃあ、それでですね、まあ、核変化分かりやすく言うとです、ちょっとここに、これだけ皆さんぜひ覚えてください。グラードね、街。デボイカ、女性、レープ、美しい、セロ、村ですね。まあ、このくらい覚えてもらってね、もらうとですね、だいぶ分かりやすくなりますのでね、どういうことかっていうとですね、ちょっと大体のところですね。これは、街は美しいとね、グラディエ、レープですね。それでその複数にするとね、グラドービス、レーピなんですよ。グラドービス、レーピね。グラドービス、レーピですね。で、女の子は綺麗だったら、デボイカイエス、レーパなんですよ。で、女の子たちが美しいんだったら、デボイケス、レーペなんですね。これ全部これ覚えなきゃいけないんですよ。でもね、僕がこう作ったこれはね、あの、一番簡単な形なんですよ。本当はもっと複雑なんですけどね、やっぱりこれを覚えると大丈夫ですね。で、セーロやレーポですね。村は美しい。ね。それから村は美しいの複数。村々は、あの、美しいということですね。
まあ、こんなのをですね、ずっと作ってみましたので、また時間があるときにでもね、見てください。本当に時間って早く過ぎますよね。もう、すぐ終わりになっちゃう。すいません。これまた録画してありますからね、その録画でもう一回確かめながらね、見てくださいね。私は村から来ました。ね。これは、少女のコートです。私は村から来ていますとね。意味は、ですから、その、これ、性格を使ってるんですね。何々からってやつね。さっき、ビオグラーダって言いました。イズ・ビオグラーダ。私は、町からですね。で、これは、私は村の方に行く。デイティブっていうのはですね、予覚の形ですよね。イデム・カ・グラード。いや、ピシェン・ピスモ・デボイツ。私は、少女に、にですね。デボイツの部分が、予覚になりますね。で、イデム・カ・セールですね。まあ、村に行くということですね。今度はですね、私は村が好きです。ね。これですね、私は村が好きです。で、村々が好きですって、こっちなんですね。そうなんですよ。だから、はっきり言ってね、核変化で始まって、核変化で終わるようなね、核言語なんですよ。で、皆さんね、ロシア語だけじゃなくて、セルビア語も核言語なんですよ。それポーランド語も核言語なんですよ。やってみると分かる。ものすごい変化するの。だからね、よくロシア人なんか言うんだけど、やっぱりロシア人はね、子供の頃からずっとね、文法なしではいられないんだそうですよ。ちょうど日本で言うと漢字ですね。漢字ってもう日本人から離れないですよね。あの感覚で文法をやってるっていうのをロシア人から聞きました、昔ね。で、いや、ボーリムセーロ、私は、村を愛する。ね。はい。で、これがボーカーという、これが不思議なんですけどね、おう村よって、あ、違った。おう町よって意味ですよ。古格って言ってね、呼びかけるんですよ。呼びかける。で、実際には存在しなくてもね、こういう形になってますね。まあ、私の、町よ。ね。美しい少女よ。2番ですね。レーパー、デボイコですね。で、セーロモーヤ、私の村よって、こういう感じで呼びかけていきますね。単数、複数。左が単数で、右が複数ですね。まあ、こんな感じですね。これでおしまいです。あ、まだもう一つあった。これはですね、ローカティブって言ってね、全地格っていう格なんですね。何々で、イヤサムグラード。私は、町にいるですね。で、私は少女について話すと。で、私は、村にいるですね。はい。っていう感じで、単数複数ですね。すいません。これ録画されてますから、もう一回見ておいてください。なんとかですね。解説が必要かもしれません。インストゥルメンタルですね。これは具格って昔よく言ったんです。まあ、今は増格ですかね。増格っていうのはですね、私は、町を、散歩する。私は少女と散歩する。少女との部分がですね、インストゥルメンタル。つまり、増格になるんですよね。増格。まあ、作る格ってことですね。で、私は村を、散歩するということですね。はい。これでおしまいか。よかった。セルビアの歴史ですね。簡単に言いますね。はい。ですね、セルビアの青年がオーストリア皇太子を射殺。これで第一次大戦が始まりましたよね。で、ユーゴはね、セルビア、クロアチア、モンテネグロ、スロベニア、ボスニア、ヘルツェゴビナ。マケドニアっていうですね、このあたりはまず、場所をまたね、確認してもらって、で、それぞれですね、なんでユーゴ紛争が、まあ、行われたか、皆さん不思議に思うかもしれませんけど、結局ね、クロアチアがですね、まず独立してしまいましてね、そしてそれに対してですね、セルビアがまあ、怒ったんですよね。で、セルビア軍がですね、まあ、攻めていったということですね。はい。で、1991年にですね、それぞれ独立を始めていって、セルビアとモンテネグロが残って、まあ、現在はセルビア共和国となったと。で、今は、経済と、観光に力を入れています。ね。で、日本の JT、とかですね、矢崎創業とかね、日本電産ももう、セルビアに進出してるんだそうですね。ですから、セルビア人との関係がますます、濃くなるっていうことですよね。で、紛争、さっき言ったんですけどね、皆さん、紛争ってすごい分かりにくいんですけども、まあ、僕が思うにね、セルビアとクロアチアすごく仲が悪かったんですよ。セルビアとクロアチアはね。で、あとイスラム勢力っていうのもあってね、ここもまあ、どうしてイスラム勢力が嫌いなのかってどこにも説明ないかもしれませんけども、僕が思うにね、個人的に思うのに、セルビアって実はね、トルコに300年征服されてるんですよ。300年。どういうことかっていうとですね、セルビア語の中にね、もうトルコ語が結構入ってるんですよ。で、そういうのもあってね、要するにその恨みを晴らすでもないけどね、そういうのがあったんじゃないかっていうふうに、まあ、
僕は思ってますね。ただ不思議ではあるんですよ。昨日まですごいみんな仲良くやってたの。突然何かで、その踊らされて、その戦争になってしまったということですね。あとはコソボの問題っていうのがあってね、コソボはね、わかりやすく言うと、セルビア人にとってね、聖地なんですよ。日本で言うと京都。どういうことかって言うとね、京都に外人がいっぱい入ったとしますので、誰の町だかわからなくなってしまうと。そこでですね、セルビア人は、攻撃してしまったんですね。で、それからですね、NATO 軍からセルビア人が攻撃を受けてですね、大変なことになってしまったのは皆さんももうご承知だと思います。コソボ紛争まだ続いてますね。でね、コソボ紛争ってコソボ独立したんですよ。それでアメリカとイギリスと日本はそれに対して、賛成出したんですよ。でところがセルビア人は認めてないんですよ。そんな経緯があります。方言、ちょっと方言はね、これは、まだ、難しいからちょっとやめてきますね。いろいろ用意してしまったんですけどね。はい。あと有名なこととしてはですね、セルビア人は、ニコラ・テスラとかね。それからストイコビッチね。それからあと、クロアチアの英雄といったら、チト。モンテネグロ人はですね、背が高いことが有名です。日本人の男性の平均はなんか170くらいかもしれませんね。ちょっと170ですね、大体ね。セルビア人の平均って180なんだそうです。僕の同室者がいたんだけど、190ありましたね。お兄さんが来た時2メートルありました。2メートルって言うともう相当大きいですね。で、あとね、ボスニア・ヘルツェゴビナはね、サラエボ事件が起きた。ね、あとオリンピックがあった。そうそう、終わります。マケドニアですね。で、これはですね、踊りがうまいことで有名ですね。で、これはですね、よく、セルビアでね、言われるユーゴ数え歌ってやつですね。どういうものかっていうと、二つの文字ね、キリルと、それからラテン文字ですね、三つの宗教ね、それから四つの言語、それから五つの民族、六つの共和国、ね、七つの国境ということですね。はい。というところで、これからやろうと思ってたら、もう、無理です。すいません。ちょっとこれだけやらせてください。すぐ終わりますね。すいません。結局、セルビアってどこにあるんだってね、なっちゃう。最初にこれをやればよかったんじゃないかってね。はい。ここです。見てくださいね。はい。アドリア海、イタリアの隣ですよ。イタリアの隣ね。今度皆さん地図で持ってるの確かめてください。ね。セルビアここです。セルビアここね。ベオグラード首都ですね。はい。僕、ヒルトンに行ったんですけどね。どうしてヒルトンに行ったのかっていうと、結局、セルビアってね、ヨーロッパの中での国で言うと、中よりちょっと下なんですよね。中よりちょっと下だと思います。で、その中より下の国に行ってですね、最高級のホテルに行くと安いんですよ。そういう理由です。びっくりしましたよ。ね、いいとこね。あと1ディナール1円です。あと親日派が多い。治安がいい。NATO と戦った唯一の国。カレメグダーン。ね。ここは景色がいいことですね。終わりですね。はい。ここが安いです。はい。料理が美味しい。これは。っていうとこですね。皆さん、ちょっと中途半端になって悪かったですけどね。最初いい調子でいろいろやりすぎてる。それじゃね、これでおしまいです。で、皆さんね、僕が、昔からずっとね、愛読してる20カ国語ペラペラってあります。種田テルトヨっていう人もね、20カ国語ペラペラに、すいません。今行きなさい。20カ国語ペラペラっていう本を書いてね、これに影響されたと思います。というところで皆さん、ありがとうございました。今日はこれでおしまいです。すいません。皆さん、大使のですね、講演会ですね、1月26日ですからよろしくお願いします。